東北沢駅。東北沢駅は、東京都世田谷区北沢三丁目にある、小田急電鉄小田原線の駅である。駅番号は、OH-06。連続立体交差化、地下化、複々線化工事が行われ、2013年、平成25年に線路が地下化された。地上時代にすでに当駅と東隣の、代々木上原駅の間は、複々線となっていたが、 公術する梅ヶ丘駅までの地下複々線化工事に、伴い暫定的に複線となっていた。連続立体交差化、地下化完成後も、梅ヶ丘駅までの複々線化工事中は、将来の観光線の上に、仮のホームを設置し、2018年、平成30年の工事終了まで全ての列車が、急行線のみを使用していた。開業時に、駅の所在地が、 エバラ世田谷町下北沢の東の外れに位置していたことから、下北沢の東側という意味で、東北沢と名付けられる。なお、旧半地図によると開業当時の字は、下山国といった。ただ、三夜駅があった、付近、現、渋谷区内との関連は特に見られず、紛らわしかった、ということも伺える。島式ホーム一面四線を有する地下駅である。 福福線は地下二葬式だが、当駅付近では観光線、急行線とも同一レベルである。外側が急行線、内側が観光線となり、観光線の上下線間に島式ホームが設けられている。運用上、一部の当駅通過列車、千代田線直通列車等は、急行線、通過線ではなく、観光線、ホームを通過する。 開業から2006年、平成18年11月24日までは、相対式ホーム2面4線、うち2線はホームに面せずを有する地上駅であった。上りホームに駅舎と北口改札があり、2面のホームは、古船橋で結ばれ、古船橋上に南口改札があった。駅舎の佇まいと比較的、長い時間通過待ちで停車する、各駅停車の光景が見られた。また、 かつては、貨物駅が、新宿方、渋谷区内にあり、代々木上原から東駅までの高架複福線化までは、その痕跡があった。高架複福線化後は、東駅の小田原寄りで、急行線と観光線が合流し、複線にな、いた。東駅構内は2線が、本線角で急行線、外側2線が、側線角で観光線となり、急行線に、ホームがない構造だった。通過線は、 ホームの設置がない通過専用線として1927年、昭和2年に開業した時ら存在していた。小田急電鉄では、1989年、平成元年より、代々木上原駅、梅ヶ丘駅の間で、連続立体交差化、地下化、複々線加工時に着手した。その過程で、幼稚年出のために、複々線の内側2線を撤去するとともに、 内側線後に上り仮設ホームと仮設橋上駅舎を建設し、2006年11月25日に上り線が移設された。仮設駅舎にはエレベーターが、ベイビ口とコンコース間に2機、コンコースとホーム間に2機、計4機設置された。これにより従来の北口改札は橋上に移された。同時に南口改札も臨時改札口として使用を開始した。 工事の進捗に伴い暫定伏線化された2008年、平成20年3月には、単式ホーム2面2線、2009年、平成21年4月から地下かまでは、島式ホーム1 2線と、形態が変化した。この間に、旧上りホームと旧駅舎の撤去を行い、跡地に上り、トンネルと駅を建設した。上りトンネルと駅の完成により、 上り線路を地下へ切り替え、地上に下りホームと線路を移設、下りホームを撤去し、跡地に下り、トンネルと地下ホームを建設した。2013年、平成25年3月23日の地下化に、伴い、東京都道420号サメズ大戦線にまたがる、地上踏切が除却された。2013年、平成25年3月23日に地下化された。 地下下当初は将来の急行線を本線として使用し、観光線の線路上を塞ぐ形でホームが仮設された。ホームには新たに LCD 式の発車表が設置された2013年4月中旬より稼働。その後、2015年平成27年5月16日からは仮設協上駅舎に代わり新しい地上駅舎の使用を開始し、改札口は西口。 東口の2カ所となった。全区間の完成は2017年、平成29年度とされ、工事中の状況は、下地カナビで閲覧可能だった。2018年、平成30年3月3日、福福線化工事が完成し、観光船に設置された本設ホームの使用を開始した。同年3月17日より、メトロロマンスカーを除く上り、 綾瀬方面域の千代田線直通列車が下列車を含め観光線ホームを経由するようになった。2017年、平成29年度の1日平均乗降人員は6729人であり、小田急線全70駅中67位、副副線区間では最も少ない。近年の1日平均乗降人員、乗車人員の推移は下表の通り、 宇田川、渋谷川の流域と北沢川、目黒川の流域の分水嶺にあたる大地の尾根城に位置し、地形的には両隣の駅、代々木上原、下北沢へ向けて下り勾配となる。かつてこの尾根城には、三田用水が通されており、駅の下を流れていた。駅東側で、東京都道4 2十号サメズ大線線と交差し、ほぼ、 渋谷区と世田谷区の境界にあたる。北口からサメズ大仙線,線の沿道にかけて商店街になっている。世田谷区北沢と渋谷区大仙町などの境界にまたがる。この商店街周辺では北沢八幡神社と代々木八幡宮の牧会があり、特に秋祭りの時期は境目の様相を見せる。駅周辺は小竹住宅の多い住宅地である。駅近くの 東北沢停留所に東急バスの路線が乗り入れる。開業時から相模川など小田急沿線の河川から採取される砂利を輸送する貨物列車が運転されていた。その際に当駅の新宿寄りには専用施設が設置され採取した砂利を東京に向けて輸送していた。この貨物輸送は1966年で廃止となった。楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。